オクラホマミキサーのリズムに乗せて踊るのは本物の警察官。急増する SNS 型詐欺の被害を防ごうと安佐南警察署が制作したものです。真面目な顔の警察官にサイケデリックなエフェクトという何ともシュールな動画に SNS では大受け。声出して笑った。妙に癖になる。映像体験としてはゴジラ対ヘドラに近い。広島県警が7日に動画を公開すると X 旧 Twitter では正午時点で830万回以上再生されるなど今話題となっているんです。オリジナルソングを歌うのは地元の保育園に通う子どもたち。8日には感謝状が送られました。お歌どうでしたか？楽しかった。しかしなぜこんなにも記憶に残る独特な動画が生まれたのか。実は制作段階で想定外の問題が発生していたのです。警察署の4カ所で撮影したんですけど、そのうちの一つがピントが合ってなかったんですね。でも撮り切ってしまった後に、気づいてしまって、なかなかもう撮り直せることができなかったので、そこで思いついたのが光をつけてピンボケをごまかすことでした。一連の流れで見ると光が入るのがそこだけになって、なんかおかしい、バランス悪いよね。じゃあ屋上で撮ってるところもなんかいろいろやってたら、結果的になんかすごい変わった動画になりました。結果的にこの編集が怪我の巧妙となり大バズりすることになったのです。あまり警察らしくないかもしれませんけれども、この調子でですね、どんどん拡散していただければですね、詐欺の被害も少しでも少なくなると思いますので。県内では先月末時点で被害額が30億円以上に上るなど急増している SNS 型の詐欺。県警は今後大型ショッピングセンターなどで放映し注意を呼びかけることにしています。いや、今日のピタニューは13年間カープで活躍された野村祐介さんにスタジオにお越しいただいています。6時台もよろしくお願いします。よろしくお願いします。いや、動画実際に VTR ご覧いただきましたがいかがですか？はい、面白いですし気になって見ちゃいますね。見ちゃうんだ。一度見るとなかなかこう忘れたくても忘れられないようなインパクトがあるものになっているかなと思うんですが、今回バズっているというこの県警の動画、急増している SNS 型詐欺の被害防止を呼びかけるために作られたものになります。実はこの SNS 型詐欺の被害額というのが今年に入ってから増加していまして、去年1年間の3倍以上、先月末までで県内で30億円以上となっているということなんです。で、増え続けるこの被害をなんとか食い止めようと、普段の業務と並行しながらおよそ 1,2 ヶ月かけて制作されました。そして大人よりも子どもが歌った方が耳に残りやすいと考えて地元の保育園に依頼をしたということです。これだけバズるとね、連さん、やはり被害防止にもつながっていくんじゃないかなと思います。しかもその SNS をうまく使ってバズらすことができれば拡散力もありますし、あとこう子供がなんか歌ってるのがいいですよ。なんていうんですか、耳に残るところか、可愛らしさもありますよね。私も夫婦間で話題になりました。見たこれっていう、はい、ね、安佐南警察署もここまでバズるとは思っていなかったということで正直驚いたが、これで少しでも被害が防止できればと話していました。